それでは本日の試合を振り返って一言お願いします。そうですね、まあ、前半の最初からチームとして戦ってマイボールにするっていうのを心がけてやってて、それが最初からうまくいったのでボールも保持できて自分たちの展開に慣れて圧倒できたのかなと思います。はい、決勝戦に向けて一言お願いします。まあ、鹿児島県のチームはやっぱレベルが高いので、どことやってもやっぱ 100% 力を出さないと難しい試合になると思うので、明日もしっかり備えて頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。